しまうなんて完全に想定外でした。目の前の彼女を愛してると言えますか？今名越さんの中にある感情は菜々子さんに対しての気持ちですよね。それに僕の実験がたまたま道をそれて勘違いが生んだただの虚構に過ぎないんですよ。それこそ傷の舐め合いじゃないですか。他人に自分を重ねて酔っているだけ。あなたはそれでいいんですか？化け物と心中する気はないんですよね。なあ、お前は何をそんな向きになってんだ。それほど必死になってお前は俺の何を否定したい？自分と他人とのつながり、それがホムンクルスなんだろう。いや、だからいつまで夢見てるんですか。水。え？お前な、水でできてんだよ。まあパッと見は透明人間だ。でもな、動揺すると泡が出てくるんだ。ああ、ほら早速出てきた。もうそっちも。ああ、そこもだ。いや、だから虚像に過ぎないって言ってるじゃないですか。ようやくお前が見えてきた。うん、違うな。何がですか？これは、ああ、父親だ。こんなところに隠れてたのか。金魚。小さい頃に飼ってました。あの人の唯一の趣味だったんだ。お前、この金魚可愛がってたか？何の質問ですか？今この金魚どうしてる？父親は金魚とお前どっちを可愛がってた？あ、出た。
めて。見てほしいのに見てもらえない。名越さん、もっと僕をちゃんと見てください。お願いします。ホムンクルスは消えたよ。嘘だ。助けてください。僕は見られるのはあなただけだ。やっと見つけたのに。あなたじゃなきゃダメなんだ。ホムンクルス自体が問題じゃないんだよ。俺もお前も見てほしいばかりで相手をちゃんと見ようとしなかった。相手を見ればそこに世界ができる。